インデペンデンススクエア2番地としても知られる NASA 本部の庁舎は首都ワシントン DC のヒドゥンフィギュアス通り300番地南西にある低層建築物である建物には NASA 長官の指導の下アメリカ合衆国連邦政府の執行機関たるアメリカ航空宇宙局に対して全般的な指導及び指揮をとる NASA の幹部のオフィスが入居する全米20施設ある フィールドセンター及び様々な研究、開発拠点が日常的な仕事を行っている。1992年の設置以降はインディペンデンススクエア2番地と呼ばれていたが、2020年6月、NASA 初の黒人女性技師、メアリー・ウィンストン・ジャクソンを記念し、その名に解消すると発表された。NASA のミッションを実行するために、NASA の本部組織は次の4つの部門に分かれている。 NASA の第二大長官ジェームズ・ E ・ウェップにちなんで名付けられたジェームズ・ E ・ウェップ記念行動では記者会見や NASA ソーシャルのイベントを主催する。建物内には他に考え貸し出し可能な図書館、歴史家及びアーカイブズ、並びに NASATV のための制作施設も入居する。ありがとうございます。